こんばんは、元気ですか？元気ですよ。元気かな？元気です。元気ですか？元気です。元気ですね、みんな。なんかさ、覚えてる？急に始まって、急に。なんとかさん、はい、元気ですみたいな、なかった？出席。うちの地域だけかな。メフバン、ミヤルン、ヒラアキ、プチパン、ジェンタン、金融家人、ブレディ、レンタナ、エイマ、公平不死、キャスパー大君、シュン、大好き、ユート、ヒロアキ、ヒコ太郎、コン、ヤッチ、ヤート、ラムチス、ダイ、クマプー、スー君、イアン、渡辺、ヒラアキ、カイザー、カード、チャード、マーライオン、リョウ、フー君、キッチン、ドアラ、レフバン、ビーヨッピー、タク、バラ、ありがとう、モロコヒツチ、こんばんは、ジンタン、フシ、イケピー、コウヘイ、オトフション、ミッキー、タク、トトトトトミ、ヒラアキ、モリさん、佐々木さん、ショーン、シュー君、マコ、キヨタン、サバババババ、ヤ、アイデンマニア、ジンタン、レフバン、サイダニム太郎、トモ、ウサミミ、エイ、ノコ、フラダレンカ、キッチン、サリマ、レフバン、ブリキチセブン、イサ、雪だるまつくろ、自転車に乗る、てるてるまずありがとう。何が雪だるまだよって、てるてるまずだよって言ってね。おねだけこんばんは、ヤス。今日めっこい、濃くないですね。むしろね、今メイク落ちてて、今からちょっとメイクするって感じ。イジハル、こんにちは。キヨタン、こんにちは。てか眉毛消えてね、眉毛眉毛消えちゃってますね。よいしょ。もう1時なんだかな。よいしょ。コーヒー、こんにちは。よいしょ。トシーさん、こんばんは。明日がね、皆さんおやすみなさい。残ってる。誕生日誰でしょうか。ちょっとお名前言ってくださってもいいですか。ひらきくん、ありがとう。ゆっぴん、かまいしょく、ありがとう。ありがとう。よっぴーん、よっぴーん。ひらに、こんにちは。あれ、はじめましてって言ったっけ。今からメイクって配信です。配信仕事やから、私仕事前にメイクするやん、みんな。それと一緒で、とりあえず化粧なししてるって感じです。あ、佐々木さん、誕生日なんですか？おめでとうございます。ラムチスケパサワライキングヒラギ、願い事ありがとう。天使、こんにちは。いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア佐々木さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとう。あれ、なんか昨日片付けたんですけど、片付けた場所が分かんなくなってる。あ、あったあった。はい、じゃあ佐々木さん、こちら、じゃん。こちら、タオル側、タオルじゃない側、どっちがいいですか？どっちがいいですか？やっち、おはよう。
左ってどっちなの、私から見て左でいいですかね。ってことでじゃあ行きます。誕生日おめでとうございます。佐々木さんはインスタフォローしてくれてんだよねありがとう、いつも来てくれて。ではでは、今年もたくさん素敵な一年にしようね。佐々木さん大好きだよ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、おめでとうね、素敵なお誕生日にしてくださいあのもし左右言ってたらもうあの私視点のやつで選ぶからね、うん、なんかどっちなのかわからないんで皆さんの右と左は、うん、反転してる時としてない時があってさ、わかんないんですよ。うん、あじゃあダメ、シマナお任せありがとうございます。ということで本日は豚麺のなんだっけ、豚麺のバイタンエビ食べたんですけど美味しかったですすごい美味しかった、うん、かわしいマナ、略してチーマナって呼びたいね、チーママ、チーママ豚麺の豚屋さんなんかエビ要素です。でここ伸びてる、ここ負けてない、うん、エインキラキラありがとうございます。パイタン、エビパイタン、パイタン麺食べた、え2つあんの、あ食べかけこっち食べた、ありがとう神ありがとうございます。ということで本日のあのショールームはみんなと一緒にスイカパンを食べようと思って、妹に始まって5分したら持ってきてって言ってたんですけど、そのまま持ってきてくれたんですよ。携帯ないんだけど、え待って CM のさ、え待って、ちょっと待って携帯ないわ、え待って待って待って、携帯ないの結構しんどい、ちょっと待って携帯ないわ、ちょっと待って、ギャちょっと携帯探してくる、あれ携帯がない、エフカンってことね、どこ行ったの、あらあありがとう、ありがとう、ありがとう、よっこらで、よいしょ、ありがとうお待たせしましただってねなかったんですけど、ストーリー撮るんだ、よいしょ、ストーリーうん、現代できた、ストレートありがとうすごい待って、めっちゃスイカ飛んできてる、ありがとう、ヨッピースイカちゃんありがとう、ミヤルンスイカちゃんありがとう、ビラニュースイカちゃんありがとう、フーリングドナースイカちゃんありがとう、ヨッピーアイスちゃんありがとうございます、フッシーマコカンツングドナイジェンタンヨッピーエインスイカちゃんありがとう、ジェンタンアイスヨッピーアイス、ヒラニースイカちゃん、ミヤジースイカちゃん、ジェジハート、エインキラキラ、ナコウメスイカちゃんありがとう隠し持っていたんだよシーマナはね、よいしょ、わあちょっと溶けてる、なんか結構暑い日に買ったからさ、持って帰るまでに若干溶けたのか、細いねえ結構なんだろう、あの結構がっつりがっつり青い、よいしょ、 B6 で写真撮るの、フィルター変なんだよね最近、あノーフィル、何これ、フィルター、どうやって変えるの、フィルターあった、お気に入り、これか、あなんか違う、あオリジナルでいいや、
取れたということで食べたいと思います。あ、もうね、もう売り切れちゃうらしいです。中雨スイカちゃん、小平スイカちゃん、小平スイカちゃん、ナイスありがとう。あ、かかん、うーん、あー遅い、うん、ひらげこまやかご、ニューユースイカちゃんありがとう。え、味一緒じゃないこれ、あれ、うん、うん、うん、フリングだね、うん、かわいい、ありがとう、スイカちゃん、インドのスイカちゃんありがとう。奥歯で噛むタイプです、うん、うん、うん、何にほう、うん、青いだけ説、濃厚、メロは青くない、いいやん、ヨッピー、スイカちゃんありがとう、うん、白、あ、白食べたことある気がする、なんとなくソーダの味、ちょっとティッシュ持っとこ、ここまでしか出さないからしよう。とフシニアレンヨビスイカちゃんありがとう、テレビもスイカちゃんありがとう。アヨンコーコ、新カバーのなんかすごいいいところがこれ出てて、ちょっとまあ CM の時って種の量が若干足りないなって、うん、うん、あ、プレイでトモありがとう、スイカちゃん、よっち、スイカちゃんありがとう。種はあのあれです、チョコレートでできてます、プツプツチョコうん、よっちもスイカ感ありがとう、でも下噛んだ、痛い、はぁ、なんか 200% ってありがたいことなんだけど、なんかそれになるけど、それが普通なの、シーマンの会したの、トモかわいい、ありがとう、ありがとうございます、うん、食べしてる、シーマンの食べ、うん、でも意外ここ緑の部分が、うん、固まるのが固まるのが沸点じゃなくて要点が結構低いんですよ、結構溶けるのが早いっていうか、うん、リンタうまい、ありがとう、レバハットリガくん、うん、すごい美味しい、みんな食べた？あきこんばんは。てももちゃん食べてない。私しか食べない。家でスイカは。なんかかわいい、こう。なんかもう買えるの？うん。人気すぎて。めっちゃ喉鳴るんだけど、ぐる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 、ありがとう、アイス食べるの大変だね、ハリフンぐらい
前歯ね、噛むの結構怖かったんだけど、全然私前歯近く噛みじゃないよ、前歯で全然噛める。うん、知らなかった。うん、自覚過敏じゃないなしてたんだけど、なんか怖いな怖いなって思ってたけど、食べる耳かい、まあ耳ってなんか耳掃除しすぎない方がいいよって言うんだけど、その時に2回しちゃった、やばかった。もうなんか毎日しちゃうのよくない、毎日するのよくないんだって、毎日しちゃった上に今日は2回しちゃった。うん、種少ない、全然巡り合ってない種。うん、耳掃除しちゃうんだよね、なんか気づいたら。うん、うん、うまい。うん、腹減ってるのが分かってきて、ここくる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 、お腹しいたよって。うん、うん、うん、干し物はね、お風呂上がりとかたまにヘッドホンつけた後とかしてる、あと逆にアートする。うん。でも食べてあれ、食べてあれ溶けちゃうんだよね。うん。光る綿棒？綿棒って使い捨てなのに光るってこと？どういうこと？声の感想、本日はトモハート映画コン、本日は新宿の喫茶店に行ってきました。1個目がすごいなんか1個目がすごい雲の上にいるようななんかソーダを提供してくれるすごい有名なお店、ちょっと今調べてき、暇ないと。シアノの咀嚼音聞きたくない人たち見てきて、トモハート100回がこう、マンライアイちゃんありがとう、やったちなびび犬宣言、フッシアイちゃんありがとう、ありがとうございます。これ見に来てさ、みんな暇。うん、うん、これはよ、うん、おいしいでこ暇じゃない。青いスイカは、うん、うん、キサキ、キサキ、キサキ名前変えたんだ。じゃあピピっていうね、ピピ、うん、うん、まあ調べてきてください。でもなんか株、え待って、またまたあれしてたんだけど、これ今回は何になるんですか。うん、サンディーンカフェ正解。この青い飲んで、なんか飲んだんだっけ、なんかあれゼリー状のやつで、なんか上のアイスがカルピスで、なんかデザートに近かったの。なんか喉乾いてきたなっつって、でそれでなんかもうちょっと離れた喫茶店に行ってきました。もう一個なんか赤い椅子だったんだけど、情報量なさすぎ、赤い椅子だったんだけど、一緒にデートした相手の方がすごい、何すごいよく知ってる方だったんで、肉以外苦手な方なんですけど、それでその人についていきました。フッシーありがとう。え、待って、いっぱい来てた。フルホースだるまさんハートありがとう。ジンタン10個てるてる坊主ありがとう。くせりくせりくせりありがとう。ヘッシーマジックありがとう。くせりくせりくせりありがとう。ホルホースだるまさんありがとう。ユッピージックありがとう。くせりくせり、なにこれ、なんなのこれ。ホルホースかけハートありがとう。コウヘイチックありがとう。くせりくせりくせりありがとう。うん、
メタオよ。これはね、セブン。メグさんがこう。てんてんてん。願い方ありがとう。イベントに参加しておった。厳しい。厳しい？これ食べれそう、今日全部。ブラック。どこら辺の準備もしまうじゃん。どういう？ひろかちゃん、ヤッホー。でも罵倒されるのが好きって聞いたから、これから厳しめに行くね。今日のツイッターを見たけど、こう楽しよかった、嬉しかったみたいなこと書いてあったから、他のんなめんじゃねーみたいな感じで行くからよろしく。ねえねえ、でも食べないと思った。食べねえ、食べれそう。ねえねえねえ、台本一口ちょうだいは家族でも嫌。いや、こうやって食べるんだよ。それかも、ほんとごめんよ。味が全く一緒な気がする。食いしん坊だから。意外と溶けない。でもね、サーティーンカフェ出てきたんだけど、なんかビルの中にあって、すごい大きいビルの中にありました。うん、おいしい。お腹いっぱいになったりしたら揚げるけど、基本的にしもの揚げたくない。だいぶドケチ。でもここ行こう、冷たいもの食べてるからか、なんか喉が鳴る。めっちゃ鳴ったよね、キュルってやば、超喉鳴る。もう人間だからね、味は一緒なんだけど匂いが違うんだって。あれ、あのかき氷のシロップ軽いだ。この辺にカエルが来る。困ったね、ハムスターとカエル飼ってるから。ベルニーありがとう。ハッチーズカシャリカシ。このポーズしてだんだんスイカバー、こうスイカバーの大きさが小さくなっていくって、めっちゃおもろい。ありがとう。なんか燃えるかい、がこう何かこうすしまちゃん鳴き声。なんか口なんかかっこついてない、めっちゃ面白いんだけど、見た今。見て見て、カッコンついてるか。黒いの種です。お口の格好ついてる。なんとか何の味だろう。全体的によくわかんないんだよね。もっこありがとう。くしゃりくしゃり。ティッシュも増えた。
うん、店長はね、とも、ありがとう。とも、ありがとう。ありがとう。え、ともいっぱい開けて。うんふん、ありがとう。うん、ありがとう。ありがとう。うんうん。うん。こっち、ほら、これ広いの。口の中が白く加工されてる。なんだこの加工。うん、しもの。近くカフェじゃなかった知らなかった。うん、うん、うまい。いやー、もう食べれない最後の最後に食べなくなるし、なんかうん、最後冷たい。いや、超の最後だった。ウケる。あ、よし、食べた。食べきれました。喉がいっぱいになりました。成分はですね、ね、ちなみにアイス食べたら私もね、滑舌めっちゃ悪くなるからよろしくお願いします。ね、喋れなくなるの。スイカ果汁、チョコレートパフ、水飴、食塩、安定剤、糖類、寒天、セルロース、酸味料、着色料、スピルリナ青、硬化剤、口なし、紅麹、果料、乳化剤、光沢剤、膨張剤が入ってます。もう何一つわからんよいしょへっ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 、あ、くしゃみ。西山くん何買ったんだろう、なんだっけな、なんか、アマゾン届いてる。何買ったっけ。あー、ヘアオイルだ。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、プレミアムでいつ買うだっけ。12、13、まもなくか。香料か。え、寒くはないんだけど、この辺が寒いんだと思う、多分。食べきるまで10分そんなにかかったの、市販食べるのに結構かかるんだね。うん、ね、あっ、あっ、あっ、なになになに、ちょっと急に落ちたんだけど、何が起きたんだよ、いやいや、怖っ、めっちゃ面白い。家でもね、普通にカバンとかですね、カバンが見えました、カバンとか置いてるんですけど、めっちゃおもろいんだけど、カバンと化粧ポーチがジャンって映ってた。まあ、めっちゃおもろい。ああ、急に、まあそんなことは置いといて、ひらきくんありがとう。
てか、テールが紫になって言ってた。なんか、ブルベの人みたいな。箱出て、うん、よかった、段ボールの住所話してみて。よいしょ。じゃん、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 じゃん。あー！こちら！アミノメイソンの、なんか、スヌーピーのコラボボトル買いました。ヘアオイル、エクストラモイスト。なんか、すごいの買っちゃったっぽい。エクストラモイスト買ってるわ。めちゃくちゃモイストしたいんだろうね、自分。うん。アミノメイソン買いました。濃密しっとり。明日からしっとりします。しっとりしたお目になります。めっちゃおもろかった。あ、そうだ、シーマの財布買ったんだ。お財布買った。見る？シーマがお財布を買いました。よいしょ、通販で。うん、でなんかご褒美とかじゃなくてナチュラルにカバンに入らんすぎて最近。いつもはなんかピンクの財布を使ってるんですけど、なんですけど、ちょっと小さい財布が欲しくて。メリージェニーってご存知ですか？メリージェニーっていうお洋服屋さんの、あのピンクのさ、襟のお洋服みんな好きって言ってたじゃん。あれのお洋服 の、 あのブランドなんですけど、なべちゃんこんにちは。全然わかんないんだけど。の、あの出してる財布で、なんかすごいセールしてて、ちょうどちっちゃいの欲しかった。マジで本当にちっちゃい財布欲しかったんだけど、スリーコインズでいいレベルだったの、自分の中でくらいだったんだけど、まあ、セールしてるし買っちゃおうって思って買いました。ミニオーレブラック、フーのムーさん、コメントありがとうございます。ぜひフォローもしてってください。お願いします。今日の洋服はドンキ、ドン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 キ、ドンキホーテーさんのこちらこれ悪魔になりきれる。で、新物みんなに仲間外れにされる夢見た。そう、なんかでもなんか結構ね、ピュアピュアじゃん、私心がピュアだから。で、なんか高校生くらいの気持ちだったの、まだその時、まあ大学生高校生くらい、なんか体育の授業でなんかピュア組んでみたいに言われて、でちょっと、いやちょっと白石はちょっとみたいな、いやちょっといいかなみたいな言われて、誰も組んでくれないの。ちょっと休む、私体育休む、見学みたいな夢。ラッキー、ありがとう、ありがとうね。明日が大変なことになると思うんですが、皆さんよろしくお願いします。とりあえず明日3時から4時に1回配信します。ですのでよろしくお願いします。寝ながら尻尾振ってる、かわいい。リバありがとう、リンありがとうございます。おやすみだろ、ゆき。そんな感じです。そんな感じなんだけど、もうあと55分だな、55分だ。15時からじゃなくていけるかな、いけるよ、大丈夫。やつは好きシーマな、こんにちは。お腹空いてきちゃった、やばい。ということで、ランキング読んでいきたいと思います。もう2時だ、やばいね、みんな、私もやばいね。みんなやばいよ、頑張ろう。うん、13位からいきます。リンダローピョンピョン、ディズニーがレフバンキランキラン、15がブリリ、何しろだから明日もシーマもっと好き、ラブ、ありがとう。 G がエイン、ありがとう。 K が公平、ガチエベ頑張ろう、頑張ろう。みんな星集めちゃんと忘れないでね、参集するんだよ。3時から配信だから、して星が2時半、で星集めがまあそんな感じ、よろしく。そして8位がショウ、ありがとう、ありがとうございます。種がフッシー、ありがとう。
ありがとうございます。6位がみやちありがとう、ありがとうございます。そして5位がじんたん、1位勝ち取りましょう、頑張ろう、ファイト、ありがとう。そして4位がよっぴー、甘やかして福たちありがとう。そしてじゃん、3位がまこ、ずっと応援したいよ、ずっと応援してねCM のちゃんって言ってね、ありがとう。ザク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 、ありがとうございます。でじゃん、あるんだって、バーンって落ちたら水たまりにバチ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 って放電して、子とかがグーって巻くから、もうここに焼けのできちゃうらしくて、なんかあんまそういうのはしない方がいいと思います。ヨッピーありがとう、ありがとうございます。フレリー花束ありがとうございます。ということで皆さん今日来てくれてありがとうございました。2時になりましたね、終わりにしたいと思います。バイバーイ、バイ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 。金属類はあんまりつけない方がいいと思います明日は。じゃあバイバーイ、フッシーありがとう、グッバイ宣言ありがとうございます。じゃあバイバーイ。